どうもボボビーアザーボビー、えーーアトでえ今日はえー、12月15日ね早いですねあとおいくつ寝るとお正月 <laughs> あと10日でクリスマスですよ、ねええー、105回目のお配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレザーのボビーです。えー、大阪のですね、ボビー・アトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、えー、まあね、もう本番に、えー、今朝のね、大阪はですね、ぎゅっと冷えますね。最高今日も十度下回ってみるみたいでね、えー、朝からあの暖房を入れながらですね、せっせせせとこまこまやってますけどね。 はい、そんな感じで、えー、なかなか落ち着きませんけど <laughs> 皆さんいかがお過ごしでしょうかねええー、まあ昨日はですね、えー、まああのーえー、レザーハットのね、えー、ができるまでのことをねざーっとねお話しさせていただきましたで、ね、今ちょうどブログの方でですねあのーえー、とレザーキャスケットのね でできるまでのことをです、ねえー、コツコツね、えー、書いてるんですけどまだ記事2つ目、えー、3つ目もね書かなあかんな思いながらですね、えーまあ、あ制作とかなんかいろんなねあのー、連絡とかしながらですね <laughs>、えー、資料作ったりとかそんなことをしながらですね一日、えー、ね元気に過ごしておりますこのアトリエの中でですね干柄、えー、うんまあ あーそんな感じですね、えー、まあ,あこの時期せわしないですけどね今日はですねレーザー、えー、キャスケットねレーザーキャスケットですよねえー、まあどっちかでもボビー・アド・レーザーではですね、えー、まあ,あ定番というかまあまあ僕がそうですね、えー、レーザーを作品をですね、えー、制作し始めて、えー、割と初期の頃にね えー、制作したもんですね。まあ身を見まねというか、あまあなんか自分で表現したいなということがあってですね。えー、それで、えー、制作を始めたのがきっかけですね。あのー、まあよく帽子はトレードマークのように、えー、被ってますね、えー。なんかこうトッピングというか、まあまあこういう配信の時とかも特にそうですかあの小物とかね。 まあ僕もピアスとかは開けてないんでここシルバーでねこうなんかこだーっとつければいいんですけどまあまあ花ピアスもピアスもどこも開けてませんしでまあちょっとこう気分変えるとまあこうねえ何ですかハットとかまあ帽,子帽子類ですね。でまあ,あとまあこういうまあねバストアップの感じのね、まあ まあ今はこういう多分これからしばらくこういうのが主流になると思うんでねあれですけどまあ帽子は結構使えるんじゃないかなと思いますねうんあのー、なんからしさみたいなのね表現するのが一番近いかなと思いますね、うん、でえーとまあまあ僕詳細はですね、えー、あのー このブログのね、まあ、今日こうお話するね詳細はあ制作の詳細はですね、えー、URL はですね、えー、下の概要欄のとこか Facebook やったら上の概要欄になるのかなに、えー、貼っておきますんでね、えー、ぜひ、えー、こういう感じで作られてるんやなっていうのがね、えー、なんか今日なんかこう伝わればなと思いますね本当ハンドメイドなんで、えーえー、まあまあそれがね伝わればなと思います。 ねえ手間をかけてですね、えーえー、こう一歩ずつ作ってるっていうか、ねえーまあ、まずまあまあこんな感じですねあの <laughs> こ,れこれ鹿革ですディアスキンですねディアスキンって言って、まあ、鹿が、まあ、まあ柔らかくてですね、まあ、僕もレーザーの中では一番好きな、まあ、扱いにくいっちゃ扱いにくいんですけど、まあ、一番あの好きなあーレーザーですね素材ですね。 あのー、人の人間の肌に近いというか、うんまあ、こういうねこんなのもシルクなんでシルクもそうですじゃないですかあの肌に第二の皮膚というかあ非常にこうあの,負担のないようなっていうか心地いい感じでねで、まあ、それをですねこう,こういう感じで、えー、とあの銀ペンでね、えー、昨日銀ペンね紹介したでしょ。<laughs> ねえー、こんな感じで、えー、トレースして,していきますねあのここっていうところねまあ鹿鹿の場合こう穴が開いてたりする箇所もありますしね、うん、で、えー、こうやってねほんでまあちょっとはしゃりましたでパーツをパーツをあのカットしてでまあちょっとずつ組んでいってほんでまあ穴をこうポンチで上げ、えー、ていくんですねあ今もまだポンチが <laughs> 今またあっちの方にあるんでね、えー、パッと取りに行きませんけど。 でまあこんな感じで、えー、だいたいたこうパーツをですねあの組んでいきます。ねまあ詳細はですね、えー、ブログの方に、えー、こま,こまあまあ細かく、ままあ、あの載せますんでね、えー、ぜひあのご覧いただけたらと思います。で、えー、まあ大体こ,こ,こんな形で、えー、ね、えー、パーツがあの <laughs> 組み合ってねまあまああの つばのところねブリムとあのクラウンねあの頭のこのねこうウニウニバフンウニっていうかまあわかりますかねツバメですバフンウニバフンウニのような形のね、まあ、こう網あげ革ひもでディアスキンで網上げてですねうんそこまで終わるまあ大体ここで23日もっとかなもう,あもう急いでこう急いでっていうかピッチを上げてゾーンに入ればねまあまあ二三日でいけるかな。 うんあの他のことは何にもなしにして <laughs> あのこういう配信からなきゃ全部なしにしてえ食事とかまあまあ,あ,あそういうのは以,以外の時間はああこの辺没頭しますからね。でねでここ,こ,こあのこの場合は葉っぱと違ってですね、えー、あの穴は何、えー、て言うか手縫い用の何て言うんですかねこうあるわけですよ。 道具の名前はあの明るくないですけど僕もね、えー、こうこ,こういうなやつですね、えー、叩いていくわけですね、えー、これも失敗できないんでですね一回やったらあちゃになるんでね失敗したらね、えー、慎重に、えー、穴開けてそこれをですね、えー、あの縫い針でねであとまああの糸はですね、えー、ローをね、えー、縫ってる糸があるんです糸なんですよね、えー、こうワックスをかけるわけですよ。 まあ、ろうですね。で、それをですね。一、えー、個ずつね、こう、二本の針でですね。こう、編み込んで、えー、調整していくわけですよ。うん、で、まあ、これが、これを、これがね。まあ、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 ミシンとかあったら、一瞬で終わるんやろうけど。多分、これ、厳しいやろうなと思いますしね。あの、ブリムのところの接合部分がね。まあ、これが一番絡みですね、えー。これを始めた頃は、もう何、何度も失敗 <laughs> してね。おしゃかにしましたけどね。 えまあ今はまあさすがにまあそういうふうな失敗の連続でねえそれ失敗と思わずにですねえ成功へのうまくいくためのプロセスと思ってですねえ前向きにトライして<笑><笑>えまあ言ってますけどねまあそれはもう,もう他のことでもそうですけどねうんあの何ですかはることもできないし。 効率よくとかでね、えー、いろいろこ,、ねまあ、こういう時代なんで、えー、叫ばれてますけどお、まあ、いつも思いますあのお効率とかは一切なくてね、まああのー、なんていうんですか近道は全くないっていうかあこの仕事を通じて、あのー、おーレーザーワークを通じてですね、えー、いつも感じます。ねえーまあ、なんんていうんですかね こう作るサイクルとか、まあ、そういうサイクルを早めるっていうことで気づきがそれをやってまあねそれをこ、あのー、ういう工程とかでいろんなことをこう体感していくことをですね、えー、サイクルを早めてですね改善していて改善していてというもうそれしかないんですよね <laughs> ほんまに、えー、こういう配信でも多分そうだと思います。あのお、ねえー、なんかこう 近道にはないかなと思ったりもするんですけどやっぱりこうやりながら覚えながら出ないと全然いかないですしブログもそうでしたね今もそう思いますとうんまああの一歩ずつうんまああのそれにねこういうことを発信とかしてながらですね同じ思いとか同じような価値観とかを持って同じバイブスを感じる方とつながっていくっていうか。 僕はもうほんまに見つけていただいていいですからね、うん、なんかこう同志と出会うというか、うん、なんかずっと僕はのろしを上げ続ける感じですよ。で <laughs>、ねえー、まあまあまあはしょりましたけどね、えー、まあ今ちょうどお何,もう何日も前からですね、えー、手がけてるやつがアイテムがあってねまあこれ今あのー。 オーダーダを、ね、い,ただいているこれ,もこれマスクですね,、うんうですねえー、こういうこういうこううう感じでで一回ちょっと実践ししてみましょうかね、うん、ずっとと、まあ、ワークですけどワークっていうかこういうことをやってますねこう,こうやってねこう生,生配信ねここをねかかっていく一個ずつねこ穴を開けてでこ,のこれカンガルーの紐なんですけどね。 でここにえまたこう次の穴をですねにえかかってこうまあ3つのねパーツをですねえちゃんとこう合わせてね1個でもずれたらもうアウトなんでね <laughs> でなんでこうやってえねう見えへんなこのやっぱり来年ぐらいからねあのこの手元を映すカメラとかでね切り替えたりするスイッチャーみたいなのもつけてみようかなと思いますね、う。ん なんか一時期スイッチャーとかも買おうかなと思ったんですけどあのやっぱり将来的にいるかなと思ってだけどねあのちょうどねやっぱこうリモートワークとかその辺でが今こうな,なったわけでしょほんならあほぼほぼまあまあ今はこうやってねあの 配信しているこの音のねこのミキサーも品切れでですねえ困ってですねまあ,あの人力ですかねまあまあ,あのネットやなしにえね先輩を頼って <laughs> えーまあミキ楽器でね探してもらったんですけどねまあそれで今こういうことで,できます。今年はほんまにえそういうういい世紀っぽいようなこの、ね 感じで、ええ、さしもら、もういかにも、ここも二十世紀ですよね。昔、テレビ電話とかね、あの、ウルトラセブンとか見てて、あの、まあ、あの、こう、パカッと会いで、なんか話するじゃないですか。隊員がね。ええー、物干し団とか、みんなね。それが、夢のような感じだと思ったけど、これがね、自分でこうやってできるっていうのが時代になりましたね。まあまあ、このパカッという、これは、あの、ね、できませんけど。 けど、もう、もう、あの、アップルウォッチとかね、そういうふうに、ものができてきているから、そうなるんじゃないかな、と思ったりもしますね。うん。あ、来てみよさん。寒いですね。<laughs> 寒いでしょう。ねえ、もう、単車乗るのが、もう、毛が縛れるというか、カジカムというかね、なりますよね。ねえ、まあ、もう、まあ、その、そう時に、ね、あの、冬場に、こういうね、ライダースマスクはですね、いいと思いますね。これは、あの、 ダイヤモンドパイソンでね今作ってますね、うん、あのなんかこう「バッドマン」じゃないわあのスパイダーマンの黒いバージョンみたいな感じですねかっこいいですよこれサイバーな感じもしますしね、うん、かっこいいですよ自分でこう触りながらあのダイヤモンドパイソンの黒染めまあ隅染めっていうか黒染めなんですけどねあのめちゃくちゃかっこいいですねあのクールですねうん。 まあ、これをね楽しみに待ってくださっている方のためにですね,、えー、ねまああとまたあハットとかあ今日もいろいろねえあのおなんかこうお問い合わせとかいただいてたりするんでね、うん、それに、ね、お答えしてるんですけどねまあそんな感じで、えー、まああのなんていうのかな,なんかこう僕も今あこのブログを 始めたのかもう6年ぐらいですかねねブログは、ねうん、であと、まあ、それに応じて、えーまあ、ネットのねなんかしょったらやっとですねこういうふうに見つけてくれる方も声をかけてくれる方見つけてくれる方ももちろんですけどあの実際にねこうう声をかけてくれる方とかねいますしやっぱりこうなんかそういう方で僕も出会いたかった意味もあるし。 うんまあ、あのー、ほんまにねあ宮城さん寒いですこんにちはね今日はほんま冷えますよね僕も今日はさすがに、えーまあ、今日はずっとこもって、えーえー、日がな過ごすと思いますけどね、えー、多分夜中もここで、えー、おおおあのこれ配信終わってからもねずっとここで <laughs> ねあの眠くなるまでは <laughs> あやっとあの。 制作していると思いますけど、ねうんまあその間に、えー、いろいろ、まあ、メール書いてもいろいろせなあかんのかなと思ったりもしますけどまあまあそういう写真も撮ってね今こういう素材ですとかいうそういうやり取りもね普段だしてるんでね、うん、まああのー、元気でますよ <laughs>、ねえーまあ、あのー、そんな感じでですね、えー、まああのー、プロセスねどんなふうにして、えーえー、一つのものが 完成してるのか、ね、あのそういうのをね、えー、こう知ってもらえたらなと思いますし何、えー、かこうへえとも思ってもらえたらなと思いますしね、うん、まあまあ今日はですね、えー、レーザーキャスケットの制作がああまあまあレーザーキャスケットができるまでいうことですねか、えー、いつまんで <laughs> 超ほんまにかいつまんでですけど。 えー、お話しさせていたただきました、ねあのー、キャスケットはね本当にね40代の頃かな僕が毎日かぶ、えー、ってましたねどこへ行く時にもね。でまあこれね真夏とかでもね、えー、やっぱこもらないっていうか汗も適当に吸ってくれるし、あのー、いい感じでね育ってくれるんでねあのディアス菌はね、えー、おすすめですかね。うんまあ、これジャケットもそうですけどねあの今日はまああのー 馬があのね来、えー、てますけど、あのディアスキンシャツはね絶対いいです。もうこれはもう間違いなく言います。まあまああのまあボビー・アトレジャーのものでなくてもね、えー、まあディアスキンシャツというとか、まあ手袋でもね、えー、グローブとかもねディアスキンまあまあペッカリとかはねもう最高級ですけど、うんあの知ってますペッカリねあのなかなか取れないそうなんですけどねあの 野生のう豚なんかな,なんかあの。生きてる姿は僕見たことないですけど、まあ、僕はまあ,まあしょっちゅう出入りするうー、ね、レーザーのおーおー、まあ、問屋さんっていうかたまーにペッカリ置いてるわけですよ、ねまあ、そこそこするんですけどでち、えー、ょうどねあの手袋を作りたいっていう。う 方がですね、ちょうど僕がなんか他の打ち合わせしてる時にね、えー、来られてですねペッカリーをなんかわとか,って,かって言ってましたけどねすごいな思ってペッカリーはねあのこう豚の皮っていうのに、ね、あのこう抜け毛っていうかあの3つぐらいポポッポポッと3か所ぐらいにこう穴が開いてるわけですよ。あの豚の毛を抜いてね、まあ、あの抜,く抜いたところはとん毛歯ブラシとかでねあとあのね あのブラッシングする時のおーおーつやが出る櫛あるじゃないですかあれとかに,ねになっていくのね毛はね豚毛豚毛って書いて豚毛でねあのイノシシの毛は何ていうんですかねあれ僕はあのなずっと聞きながらイノ毛とは言わないし <laughs> <laughs> ねうん知ってる方はあのコメントください <laughs>。 イノシシの毛ねあのブラシでねあ,のあれじゃないですかあの髪の毛特くブラシであのイノシシの毛ねあとまあ一時期僕もあの歯ブラシはねとんぼ歯ブラシ使ってましたけどね <laughs>、まあ、その抜けた感じの抜けた感じのこのプツプツという感じのところがね豚はすごくあの特徴的であのこう3本ぐらいかなこう,、ね、こう穴が開いてるんですよ。でペッカリはまたそのええー、感じなんですよね。うん ちちっちゃいんですけど川自体は、うん、なかなかさけど地上体のいいのがなかなか入っても来ないなという話はしてましたねすごく軽くて柔らかくてですね、うんまあ、カンガルーのおーのレーザーもいいですね、うん、あの昔の陸上のスパイクとかあ結構カンガルー使ってたんじゃないですかねあの競技のお陸上競技とかあ,ああいうねアスリートの方が履くのの 高級バーージョンはカンカガルー今でもそうちゃうかなと思うんですけどねもう僕の記憶が正しければカンガルーは別格のでしたけどねでやっぱり軽くて丈夫やし、うん、であの知ってますかカンガルーのレーザーの形ってあのカンガルーってほらちょっとこ,うこ,こんなような形してるじゃないですかほんまにね皮もね三角っぽいんですよ。 <laughs> こんな形いるんですよカンガールーのレザーの,あの丸側っていうか、うん、面白いですよまあいろいろね、あのー、そんな話もねし,してみたいと思いますね、うんまあ、まあまあそんな感じで、えー、今日はですね、えー、長々と話しましたけどねまあそんな感じで、えー、今日もですね、えー、元気にお過ごしくださいまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ